え、来年新卒1年目お買い物です。積み立てにいさを満額やりながら貯金をしたいと考えています。この場合、財経貯蓄とタンス貯金、どちらが良いでしょうか財経貯蓄。え、1年目ということを考えると、急な出費にも備えてタンス貯金の方がいいのかなと思ってます。いいえ。えっと、まず、タンス貯金はマジやめた方がいいですよ。あの、銀行に入れっぱなしの方が安全ですよ。まず、あの、泥棒が来る可能性があるのと、あの、なくしますよ。僕、お金なくすんですよ。あの、その、 まあ、その、あの、ズボラなので、その、どこに置いたか分からなくなるっていうのをやるんですよ。なので、基本はそうならないように、あの、お金は必ず銀行に入れるっていうのをやるんですけど、のその、あと、友達が遊びに来た時に酔っ払ってると持ってったりしますよ。<laughs> なので、あの、普通に銀行に入れておいた方が安全だと思います。 タンス預金についてどう思いますかタンス預金はリスクとメリットどうでしょうかメリットあんのタンス預金のメリットって泥棒が得をするぐらいじゃないそのあなたが泥棒なのであれば、タンス預金が世の中にいっぱいあった方が多分メリットがあると思うんですけど、タンス預金自体には利子もつかないし、その 忘れてなくなる場合もあるし、どこに隠したか忘れてしまった時に誰かが取ったのかもみたいな疑心暗鬼になったりもするし、まあ、そう脱税してて銀行に入れられないとか、そのなんか、マネーロンダリングの悪いお金とか、そういうのだったら別ですけど、合法なお金だったら現金でタンスに入れるのってメリットないと思いますけどね。まあ、悪い人だったらしょうがないですけど、夜の仕事をしてる人はよくタンス預金してるイメージ。夜の仕事をしてる人は、あの、 結構その、きちんと、その、税金払わないで給料もらっていることが多いんですよ。その、お店自体も、その売り上げをちゃんと申告してないし、その給料もらう方も所得税ちゃんと申告してないので、銀行に入れるのがちょっと難しいみたいな、そういう理由もあったりすると思います。はい。えー、年収300万円台の会社員で、ね、副業のデリヘルドライバーで年、ね、100万、180万を手渡しでもらってますが、税務署にバレますか不業のお金は単数預金してます。 ま、いつかバレるんじゃないですかね。あの、まあ、お店であれば、いつかはその、税務署が来るので、で、もしかその風俗場のところに税務案が入って、で、ばれてねで、その芋づる式に、あの、こういう売り上げがあって、この日に払って回すっていうのになっちゃうので、まあ、時間の問題だと思いますけどね。えー、タンス預金を銀行口座に入れず、EC サイトなんで商品を購入し、コンビニ現金払いで支払いした場合、税務署に見つかりますかまた、タンス預金って立証するのも難しくないですか EC サイトで買った時にすべて偽名で買うってことかなただ、コンビニ現金払いでずっと払い続けたとしても多分どっかでバレるんじゃないかな要はその、仲いい女友達が昼の仕事をしつつ夜に風俗と払えてコスコスとダメ1000万円になったら税務署から電話が来たみたいです。変に言い訳とか逃げたりせずに風俗で稼ぎましたって言って、税金をしっかり払うべきですが、また払って、 払う場合に持って帰れる額を抑える良い方法はありますか <laughs> ええと、まあ、ちゃんと払うしかないっすよね。あの、要は、税務署が、どの情報を持ってきたかで、ね、多分そのコツコツが銀行に入れてるんだったら、完全に額バレてるじゃないですか。なので、額嘘ついた場合って、はい嘘つきましたよね。じゃあこれって重加算税ですってなる可能性があるんですよ。なので、要は、嘘がバレる可能性があるんだとしたら、そこは全部正直に言って、で、その今現金がないから、ここはなんとかっていうので、なんか割引してもらうとかっていうのはいけるらしいんですよ。 あの、えっ、ー、と、冴原理恵子さんが、その、超脱税して、で、なんか5ねて、なんか1000万か2000万くらい得してるんですよね。なので、あの、税金5ねて、なんとかごまかすは可能らしいんですよ。なので、興味がある人は西原さんの漫画読んでいただければいいと思うんですけど、で、 その、なんで税務署が連絡してきたかっていうので、ね、銀行も通してなくて、タンス預金しててバレた場合だと、多分、風俗のお店に税務署が入って、いくら払ってるって言っちゃったパ,パターンですよね。で、それが、その、正直な額を言ってるんだとして、やっぱりそれもバレちゃうんですよ。なので、その、お店にも税務署が入ってなくて、銀行口座でもない状態で税務署が来たんだとしたら、税務署がなぜそれを知ったのかっていうのを突き詰めて、 調べてみてください。で、調べがつかないんだったら諦めてください。前に風俗で稼いで1000万を口座に貯めれればいいけど、税務署に怯えてる女友達の質問したものですが、さらに通加で1000万貯めようとしています。バリバリ脱税するつもりであったら、金庫でも買って自宅で恩返する方法がいいですか何かいう方法があれば教えてください。えー、っと、まず、春田さんにバレてるっていう時点でもう危ないと思うんですよね。要はその脱税ししててて金を隠してる人って その、強盗にあったとしても被害の申告できないんですよね。仮にじゃあ、ひげおやじさんが1000万円家に隠してますって言ったら、僕多分、誰か雇ってひげおやじさんを縛り上げて金庫を盗みますね。で、時間かければ金庫なんて開けられるじゃないですか。で、その、要は、その金庫に1000万円入っててそれを盗まれたんですって言っちゃうと、今度ひげおやじさんは、 要は、被害者じゃなくて、脱税をしたっていうことで、警察に捜査されて捕まる側になるんですよ。1000万円以上脱税、あれ ?1 億か。1億脱税すると刑務所だっけ ?1000 万だと、刑務所までいかないかなまあでも、あの、追徴課税とか取れるんですけど、っていうのになるので、要は被害届出せなくなるんですよ。なので、本当に脱税をこっそりやるんだったら、誰にも言っちゃいけないんですよ。 でも、その、1000万円隠して、また1000万円隠そうとしてるよねって言ってる時点で、その人頭悪いので、あの、もう多分誰かに襲われますよ。で、要は襲われるって1000万円取られるっていうリスクを背負い続けるので、それだったら、あの、普通に納税した方がいいと思いますよ。税務署が、あの、まあ、要は個人事業やってる人って何年かに一回、ふわっと調査変えるんですよ。 であれこの人なんでこんな車持ってるんだろうとかその要は生活水準と合わない部分がちょっとでもあると本気で調べてきたりするので税務署はあんままり舐めない方がいいい方がと思いますよ普通に申告した方が安上がると思いますけど、ね。 そもそも税金なんて申告した上で節税をちゃんとやった方が楽です。はい。節税と脱税の違いはアカウントーピールで立たせるかどうかで、納税者側にいくらでも反論の要素がある。ま、あそうなんですよね。あの、そう、節税と脱税って大体違うんですけど、あの、法に触れなければ節税ですえ。風俗場です。現金を空のアルフォートなどお菓子の箱に詰めるのが風俗場の定番の隠し場所のですが、ひろゆきさんがもし一人暮らしで現金1000万円くらい隠すなら何の箱に入れますかあと家のどこに隠しますか えっと、あの、火事になったりっていうのと、あと、忘れるんで、僕多分、現金では隠さないですね。あま、銀行に入れると、あの、バレちゃうっていうので多分入れてるんだと思うんですけど、金とかにするかなあの、うち、その、あの、暖炉的なやつがあって、で、あの、暖炉の蓋的な鉄の棒があるんですよ。で、その、暖炉の蓋的な鉄の棒が、あの、なんか置いとくとめんどくさいから、主張の時になったら使おうと思って、 どっかに置いといたんですけど、未だに見つかんないんですよね。僕、その、あの、結構物をなくすんですよ。なので多分1000万円もなくすと思うんですよね。 っていうのがあるので、なので、あの、現金にしなくて、多分その、金とか宝石とか、あと、あの、ロレックスとかって割と価格が下がらないので、なので、時計にしちゃったりとかしますね。あの、要はその、価格の下がらないものに変え、あの、例えばあの、フィギュアとかでも、あの、その、マジックザギャザリのカードとかでいいんですけど、その価格が下がらないものにして、置いとくと、現金だと、あの、友達が見たら盗むじゃないですか。 でも別にあの、フィギュアとか、そのなんか、じゃあ遊戯王のカードとか遊戯王が価格下がるか、マジックザケゼリーのカードとか置いてあっても、別にみんなフーンっていうだけで見向きもしないので、なんかそういう感じで、そのお金じゃないもので換金可能なものに変えるんじゃないかなと思います。で、あの、時計はロレックス以外は結構価格が下がるらしいので、あの、もし買うんだったら、レルックスとかにするといいんじゃないかなと思います。はい えー、ある程度まとまった現金を持ってるんですが、普通預金に入れてるだけでもったいないと思ってます。しかし、投資の知識はゼロで、その勉強をするくらいなら、好調な本業に時間を割いた方が効率的です。現金を持っておくのが一番いいんですが、今のありがね、とりあえず1億円と想定していただけたら、あの、インデックスファンドで、その、ユーロ建てとドル建て等と,とかで入れとけいいんじゃないですかあの、普通口座に入れといても、1000万円以上は預金保護してくれないので、なので1000万円までは預金に入れといてもいいと思うんですけど、それ以上だと、その銀行が潰れた時になくなっちゃうので、なので、あの、そこら辺は証券会社の ファンドとかその、インデックスファンドとかに入れといた方が、まだマシじゃないかなと思いますけども。